皆さんこんにちは。こんにちは。今日はプリプリちーちゃんのたっぷり遊べるプリプリショットで遊びます。これはうっちゃんが作ったプリプリショットだね。うん、私が作りました。アニメではお取り寄せとかができるけど、ゲームではちーちゃんのお世話もできるんだって。やってみたいな。それとか写真で地底人や宇宙人を呼び出すこともできるんだって。面白い地底人もいるみたいだね。よし、遊んでみよう。いいじゃん。登場するキャラクターは100以上だって。一緒にちょっとだ。ちーちゃん短足だな。イエーイ。ちょっとプリプリショット出してみよう。おー、すごい。あ、カメラがある。うわー、本物だ。くる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 って回って、プリプリプリチーデチデチポチってするの。単4型アルカリ乾電池3本使用、かっこ別売りだって。え、どうやって電池入れるの？この度は宝の呼ばれると、え、どうした？どうした？全部押した。全部押すの？そしたら電源入った。入ったらしい。うっちゃんが来た。まずは日付を設定しなくちゃ。うん、17年で真ん中が決定ボタンだね。設定が終わったらなんかデチデチ言ってるね。あ、寝ちゃった。長押しするとパワーオンになる、いずれかのボタンを。お、映ったよ。なんかうっちゃんが来てる。なんかうっちゃんが来てるね。決定ボタンでホーム画面。じゃあこっちは、あー、どういうお世話をするかっていうやつか。ポンポンスイッチを好きなタイミングで押すでち。パンツ占い。パンツ占いだったんだ。ロックパンツ、好きなことを思いっきり楽しむでち。すごいね。それじゃあこれをやったから次はフード。これおにぎりを決定すると揚げる。お、食べてる食べてる。食べた。次はパンツ。お着替えできるのかな。フラワーパンツ。あ、かわいい。そのまま殺せるの。うん。おお、これはいい、ね、お風呂か。お、掃除してる。掃除。そうだった、地底人はこうやって壁とか。うん、ポテト、食べかけのお菓子、ゲット。で、これをどんな部屋にする。おお、変えれるんだ。すごい、お部屋のパターンがいっぱいある。お部屋の模様替えをしたでち。おお、これはまたパンツ占いだね。パンツ占い。お気に入りパンツ、ハッピーなことが起きる予感でち。あ、これお気に入りパンツなんだ。まあいつもね、履いてるからね。これでお世話終わったね。うん。あ、ほら、これもあるよ。通信とかカメラとか。カメラってなんだ。カメラはプリプリショットのやつじゃない。これが普通の画面、お世話画面で、これ真ん中押すとホーム画面になる。最初の画面がこれで、左のボタンを押すとちーちゃんのお世話が選べるよ。これがご飯、これが着せ替え、これがお風呂で、お掃除、これはそうそうそう模様替えで、これはパンツ占いだね。右のボタンがキャンセルボタンかな。で、これを押すと、あ、真ん中のボタンを押すとホーム画面に行くんだね。なんか着信してるよ。この時期は雨が多くて憂鬱だな。こんな時こそ料理の練習。でもするか、おすすめレシピがあったら教えてくれよな。はいはい、じゃあな、バイバイ。お、出た。うっちゃんがなんかお部屋に遊びに来てるからの。ちょっとこれプリショっていうのをやってみよう。好きな写真を撮ってみるでち。どこで遊ぶ、部屋の中。あ、ここがカメラかな。うっちゃん、かんちゃん行くよ。はい、チーズ。多分上のボタンだよ。これ。
なんじゃこりゃ。お、なに茶色リボンちゃんが出てきた。ノーマルだって。じゃあノーマル、じゃあアキちゃんいくよ。うん、うっちゃんでもいいよ。よくない？一度押して伸ばしてね。押して伸ばす。チーズ、これか。うわ、鬼着ぐるみちゃん。ノーマル。すごいね、後ろが茶色いけん、茶色い地底人が出てきてるね。面白いね。じゃあちょっとほら、うん、お互いで遊んでみたら。か、うっちゃん撮ってみよう、ピンク、うん、いろいろ写真撮ってください。プレッシャー。こうやって撮ろう。灰色を撮ったらどうなるんだろう。見て、おにぎり。お、ドーナツだ。ドーナツが出てきた。真ん中に来たのが今ご飯だったじゃん。真ん中に来たのがご飯だったら食べ物が出てくるんだよ。ほら、ソフトクリーム。で、ちーちゃんだったら地底人とかで、パンツだったら新しいパンツの模様が出てくるんだよ。なるほど。これ撮った、これ。それ撮った。うん。説明しよう。ちーちゃんのパンツ。青い絵の具が足りないって言ってた、うっちゃんが今。だけ青いものを撮ってあげようって言ってた。お、地底人。お、新しい地底人が出てくるんじゃない。キャップくん。貸して、ちょっと青い絵の具が足りないのって言ってたから、青。うー、青いかな。うー、え、違うみたいでち。青い写真を撮ってあげるでち。おー、うんしょ。じゃーん、取れた。これ青いでしょ。おー、青いで絵の具出た。これが欲しかったの、ありがとう。お礼にこれあげるね。何よ。何何、あれ、どう、そうだ。やったー。美味しそう。すごいね、こういうイベントみたいなのも出るんだ。面白いな。金槌をなくしちゃった。黒い写真を撮ってあげるでち。どこ、あきさん、それを撮る。うん。あ、ご飯だ。おー、美味しそう。ハンバーグー。ちょっと黒いもの、うんうん、あ、秋。え、黒い。ちょっと見えづらいけど、洋服を全部取った、うん、全部っていうか、うん、あー、うん、お、シックのパンツ。これでアイテムが作れるよって言った。じゃあほら、お尻拭き、お尻拭き。顔取っちゃいかんよね。いや、いいよ。この子だったんだね。うん。お、人の顔。超レアじゃない？スーパーレア、音楽さん。すげえの出たぞ。ジョー君撮った。パンツどうなるんだろう。おお、おしゃれパンツ、イエーイ。スーパーレア来たらパパがよっぽど。おかしいんじゃない？ノーマル。ノーマージ。ちょっと、じゃあほら、さっきの音楽さんが出るか、ちょっと撮ってみてよ。うん。スーパーレアがこれで出るならいいよね。ね？この子。かい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 。お、地底人。あれー。キリキリ、キラキラ。はいだー。ジョー君、ジョー君に似てる、目が。スーパーレア、ニンマル君。すげえ、スーパーレア続出じゃん。すごい。してノーマルが出るかもね。それ嫌だね。あれ、あ、パンツか。キラキラパンツとか。シックなパンツ。さっきもらった、おー、いいところにいたジョー。ユーカに可愛いリボンをあげたいジョー。ピンクの写真を撮ってあげるでち。ユーカがね、ユーカにね、リボンをあげたいって。今これをね、撮ったんだね。うん。おみかん。止まれ。ユーカにね、ピンクのリボンをあげたいってジョー君が言ってた。結構。あれ。あれ違うみたいでち。よし、うっちゃんの裏。おお、かわいいジョー。きっとユーカに似合うジョー。お礼にこれあげるジョー。なになに、いちごシェイク、イエーイ。美味しそう。おう、いいね、いいね。スリッパです。テディベアのぬいぐるみが欲しいな。テディベア、茶色い写真。黒ドットパンツ。おー、ドットパンツね。
あかりちゃんがね、黒、あの、なんかテディベア？テディベアってや、かんちゃんのテディベアの写真を撮らなきゃいけないの。違う、茶色。茶色。これ面白いじゃん。うん。ほんと、写真撮るのが面白い。お！あ、来た。キャッ。イエーイ。キャッ！とっても可愛いよ。ありがとう。これはお礼だよ。なになに？おしゃれパンツ。N。なんで？パッと浮かんだ。まあ、おお、赤ちゃん撮ってみたら、こうなって、ご飯、おお、ハンバーグ、通信っていうのをやってみよう。誰にかける？ちーちゃん、ゆうか、うっちゃん、じょうくん、すおうくん、あかりちゃん、まずちーちゃんにかけてみよう。通信中、ちーちゃん。どうもプリティーな僕と電話できて嬉しいでちか？わかるで、わかってるでち。パパみたいだな、ちーちゃん。また電話してもいいでちよ。それじゃあ、ゆうかに。友達リストでは名前や説明を確認できるよ。お気に入りの子は発見できるかな？地底人と宇宙人と一緒に暮らしているなんて変な感じ。でもみんなのことが大好きだし、とても楽しいんだ。じゃあね。すごいね。毎回会話が変わる。次はうっちゃんにかけてみよう。大好きなうっちゃん。お、私が作ったミニゲーム、うっちゃんラボで遊べるよ。楽しんでくれると嬉しいな。すごい。うっちゃんラボ。ジョー君。俺と電話したかったのか？お、俺はゆうかが好きなんだじょ。でもカンナのことも好きだじょ。また電話してほしいじょ。そうくん。あ、そうくん。出た。キザなやつだな。じいちゃんの頭のポンポンは光る。光るみたいだけど、地底が暗いから、あんな風に進化したのかな。うん、じゃあな。面白いこと言うね。あったり。写真中。お、お兄ちゃんって奥手だから、ゆうかお姉ちゃんにアタックできないの。ボードあるのみなのに。今度アドバイスしなきゃ。ちょっとカメラってなんだろう、これは。フレームを選んでね。フレームだって。フレームなし。おお。うん、これがいいんじゃない？これがいいな。うんうん。オッケー、アルバムに保存したでち。これは普通のカメラだね。うっちゃんの写真保存したよ。本棚、友達、フード、パンツ、日記。まず友達から。ああ、ほら、おにぎぐるみちゃん、茶色リボンちゃん、これで確認できるんだ。次はうっちゃんが言ってたラボで遊んでみる。これはなんだ。クレーンゲームスタート。ちーちゃん捕まえたら、あ、これ押すとのかな。これ、一番上の。あー、ちーちゃんがいる。あ、手前もあるの。手前と奥があるの。うん、おわいわい、捕まった。ちーちゃん捕まえた。あの星のシール。これはなんだ。高速パンチグローブ、うっちゃんの発明したグローブ。スタート。ハンマー、ピコピコハンマー。そのままちーちゃん叩いちゃダメなんじゃないそれ。ちーちゃんが出てくるんだ。わかんないけど、ほら、あ、間違えた。ギャー、じいちゃんはモグラみたいだから間違えちゃった。ギャーって間違えた。うぎゃーって下で言ったよ。おー、10点で終わっちゃった。かんちゃん何が面白かった？ね、やっぱプリプリショットはプリショット、お取り寄せの力があるから写真を撮るのが楽しかったよ。今日はプリプリショットで遊んだよ。お写真も撮れるし、ゲームもできるから、お出かけとかに持っていくと移動時間にゲームもできるし、
自分の写真を撮ったり景色の写真を撮ったりできるからとっても便利だよ。お出かけで撮った写真も保存できるからいいよね。あきちゃんは旅行に行った時とかはね、プリショでいっぱい写真を撮ってね、地底人を集めたいんだ。みんなはどれくらい集められるかな。バイバイ、また見てね。また見てくださいね。バイバイ。